カットリーヌさんに教えてもらう髪型も含め全部で11種類。両手バイバイ、伸びをする、音楽に乗るなど11種類のリアクションが追加され、コミュニケーションをさらに豊かにしてくれます。スマホの新しいアプリ「てっぺいライフサポート」は生活に関するさまざまなヒントを教えてくれるので、これから島暮らしを始める方も安心です。マイルで交換できる家具もさまざまなものが追加されます。屋外で過ごしていてうっかりポケットがいっぱいになってしまった時、そんな時はこの物置が活躍してくれます。自宅の収納とつながっていて、島のどこからでも出し入れが自由です。他にも手持ちのベルが足りない時はこちらの ATM が便利です。毎週土曜日に広場でライブを開催してくれる戸田ケケさんが新曲をリリースされるとのこと。ケケブレイク、ケケポルカなど全12曲。新しい家具オルゴールでの音色も素敵ですよ。地面に何かが埋まっていますね。化石でしょうか。これは埴輪ですね。どこかで見つけた埴輪のかけらを地面に埋めて、水をあげて一晩待つと立派な埴輪になるようです。一度埴輪が生まれた島は雨の日の翌日に発見できるそうですよ。独特な音色を奏でる埴輪、いろいろな組み合わせを試したり、ミュージックと組み合わせたりして音の響きを楽しんでください。リメイクしてお部屋の雰囲気にマッチさせることもできますよ。たぬき商店にも天井から吊るす家具など新しい種類の家具が並ぶことがあるようです。これまで見かけなかったような珍しい家具も入荷するかもしれません。 DIY のレシピに新たな道具が登場。このフィックスはしごキットを使うと、はしごを崖に常設できるようになります。便利な移動手段として活用できそうですね。レシピはたぬき商店で購入できますよ。お部屋にあるちょっと狭いスペース、こんな風に通り抜けられるようになります。家具をたくさん飾っている人にはおすすめのテクニックです。日々の島暮らしを共にする住民の皆さんとはこれからも仲良くやっていきたいものです。相手の家に誘われたり、時には突然あなたの家に訪れるなんてことも。いかがでしたか。今回ご紹介した以外にもきっとさまざまな場面で暮らしの変化を感じられることでしょう。無料アップ